はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ血血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、昨日の歯医者の動画の あのお話の続きなんですけども、おとといか、おとといに行ってきた歯医者でね、その先週の金曜日に取れた右上奥歯の詰め物をね、詰めてもらいに行ってきたんですよ。まあ、無事に詰めてもらえたんですけどもね、まあ、場所が場所なのでね、というかその虫歯の場所がね、場所なので、その虫歯の形状がね、この奥歯とさらに奥にある親知らずとのその両側のね、側面がね、その虫歯になっててですね、でそこを同時にカバーせなあかんという状況やったんですよ。でしかもその親知らずの方がね、その普通はこのまっすぐにこうニョキって生えてくれてたらいいんですけども、そうじゃなくてですね、なんか変な生え方をしているらしくてですね、なんかどうもね、難しかったらしいんですよ。まあ、それでもなんとかね、詰めてもらえることができましてね、まあ、よかったんですけども、でさらにはですね、その今の治療のね、ペースではその虫歯をこうきれいにするにはね、遅いということで、他の先生の予約枠をお借りして、僕の治療をね、助けてもらえることになりました、というお話を昨日はさせてもらったんですけどもね、その日はね、おとといはですね、実はそれだけではね、終わらなかったんですよ。実はなんとですね、粘液嚢胞もね、同時にやってもらったんですよ。粘液嚢胞の切除も言ってたでしょ、やるってね。おとといの車の中からの動画でね、そのまあ右奥の詰め物をしたら、ひょっとしたら粘液嚢胞の切除はしてくれへんかもしれへんっていうふうに言ってたんですけども、粘液嚢胞の状態をね、先生がね、見てね、すぐにね、ああもう今日このままやりましょう、取りましょうということやったんでね、同時にやってもらいました。でやってもらったんですけどもね、それがね、その時に先生がまたね、そのなかなかな感じでね、それなりにビビらしてきおるんですわ。まずその切除をするにはね、麻酔から始まるわけでございますよ。でその麻酔についてもですね、まあ、これまでに至るまでにそのどんな麻酔をされるんだろうとかね、虫歯との時とね、同じようにそのまずは歯茎に麻酔するんかなとかね、それかもうすぐその麻酔が効いてくるように口の中の神経に、その奥側のところにね、麻酔されるんかなとかね、でさらにはそのコメント欄で皆さんからたくさんの情報の中で、いただいた情報の中でですね、そのコットンに麻酔液を含ませて患部に当てておくとか、氷のように固まらせた凍らせたその麻酔液をね、しばらくこうペロ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 舐めておくとかね、というそういう情報をね、いただいて、まあ、数々の予想をしてたわけですよ。それがね、じゃあこれから麻酔をしていきますので、直接ここに注射針を刺して麻酔をしていきますのでね、針の注射のね、針がね、刺さる瞬間だけは最初チクってしますけども、あとはその麻酔が入ってくる感覚がね、あるだけなんでね、安心してください。まあ、ちなみにね、安須さんがこれまでやってきた歯茎の麻酔とかね、最終手段として使った神経の麻酔の方がね、もうすごい痛いので、今回はそこまで痛くないんでね、安心してくださいね、でさらーって言うんですよ。というかこんなサプライズあります？サプライズなんから分からへんけどね、もう驚きのあまりね、これサプライズやなと思ったんですけども、前向きやな俺、うん、でね、まあ今それはいいんですけども、まあ、今ね、この直接ここにって言ったんですよ。これっていうのはそのね、粘液嚢胞に直接注射針を刺すっていうことなんですよ。粘液嚢胞に直接注射針を刺して麻酔を注入していくってことなんですよ。ほんで先生がその言ってた、その針が刺さる瞬間だけチクッとするとか、その麻酔液が入ってくる感覚があるとか、まあね、よう聞いたらね、当たり前のことをね、普通に言ってるもんですからね、何の安心感もありませんよ。ああそうですかって感じですわ。 そしてさらに言われたのが、そのね、神経の麻酔の方が痛いよとかね、最終手段やったっていうのもね、知らされたことに関してはですね、もう痛さの基準っていうのは僕が決めることやし、もうあれが最終手段やったら、もしあれ以上の麻酔を求めるとかなったら、まあ全身麻酔しか残ってないんやろうかとかね。歯医者の全身麻酔ってもう なんなんその保険適用外やったらどうしようとかね、まあ全然今関係ないことをね、考えてたんですよ。
まあ、それはいいんですけども、本で先生はねちょっと席を外しまして、あのね助手さんを引き連れてね帰ってきたんですよ。そう帰ってきたと思ったらですね、その2人してね、その髪の毛が落ちないように、あのガーゼ状の、 あの落ちないようにという感じの、そのなんつうか、あのシャワーキャップ、髪の毛が落ちないようにシャワーキャップの、ね、タイプの帽子をかぶって、あの割烹着タイプの防護服があるんですけども、それをね身にまとってね現れたんですよ。ほんで先生がまずお口の周りの消毒をしていきますねと言ってね、あの消毒液で湿らせたコットンがついた竹串をね2本使ってね、僕の口の周りをね丁寧に丁寧に消毒し始めたんですよ。そして今度はね口の中も消毒しますねっつって、また新しいその消毒液コットン竹串を2本使ってね、ベロの上と下とね歯と歯茎の周りをねこう中をあーってね消毒し始めたんですよ。でね、その普通の普段のその虫歯のね治療とかね麻酔をする時ってね、まあ、ここまでされたことないから、もうあの初めて経験していることに対してね、この先何が起こるんだろうと考えるとね、まあ、というかね、その免疫療法の切除なんでね何が起こるか分かってるんですけども、まあ、なんせ口の中をねこんなに丁寧にね、その消毒方法っていうんですか、そういう風なね消毒をされたことないんで緊張してるんですよ。すごいね緊張してたんですわ。そしてまだその起きてもないこの先に起こる未来に対しての不安があるわけですよ。ほんでまあその丁寧なね消毒が終わりましてね、次は何やらその緑色やったかな、水色やったかな、まあ、どっちか忘れましたけども、こう何やらその折りたたまれてる紙があったんですよ。それをこうパラ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 と、ね、広げ始めたんですよ。でその紙はね広げられるとですね、その真ん中に、ね、大きな穴が開いていました。穴がね、でその丸い穴からはね、その鼻と鼻が呼吸できるようにというのと、そのまあ上から、口が覗けるようにっていう感じでなってたんです。そしてそれをそのまま僕の顔に、覆いかぶせてきました。でもちろんここは開いておりますと。もう勘のいい人ならお分かりでしょうけどもね、その紙というのはですね滅菌シートでございます。あ、まあ主にですね、その手術で使われるシートです。まあ、身近なところで言うと、というか、ね、普段は身近なところとちゃいますけど、まあ、例えばその、ね、血液培養のために、ね、採血するときにですね、その針を刺したところからあの菌の侵入を、ね、こう防ぐためにその滅菌シートを使ったりします。で、まあ、僕のように、ね、その白血病になったことある人ならね、身に覚えがあると思うんですけども、骨髄洗浄を、ね、するときにも使われますね。あとはあれですわ、あの首元にある太い、ね、静脈にね、あの中心静脈カテーテルっていうね CV と言われているものがあるんですけども、それをこうピュッて入れる時にもね、なんかここにバッてこうガーゼじゃないわ、穴が開けられた紙をねこうベタベタってこの辺にも貼られて、入れられてましたね。その時にも使いましたね。まあどの例えもね身近なものではなくてね、すいません。まあ、でもそんなね滅菌シートを使う時っていうのはね、日常的であってはねならないことですからね。まあ、話を戻しますね。そしていよいよ麻酔でございますよ。その注射針をね粘液の方にプスって刺す瞬間がやってきたわけでございますよ。もうねベロに直接注射を刺すなんてね、まあ初めてのことですからね、恐怖しかないんですよ。そんな恐怖の中でね、先生がですよ、はい、では麻酔をしていきますので、あのベロの周りにもねガーゼを詰めていきますって言ってからのですね、そのガーゼを詰められてる時がね何気にね痛かったです。まあ、ただでさえね粘膜障害でね、僕のベロとほっぺたの内側っていうのはね、まだその少しただれてて麻痺してピリピリしているんですよ。でそんな状態っていうのはね、粘膜障害でね唾液腺がやられててね、まあ水分が出にくい状態やしね、で少しの物理的な外的要因があればね地味に痛いんですわ。なのにもかかわらずね、乾燥してきたガーゼをですよ、ベロの周りにバーッと詰められただけでね、ほんまに地味に痛いんですわ。ほんで挙句の果てにですよ、ベロベーって出してくださいって言われてベーって出して、まあ助手さんにベロの先をつままれてね、あのガーゼ越しにつままれてね引っ張られましたので、まあ、かなりの痛みが出てきてるわけですよ。ベロなんか引っ張られたら誰でも痛いじゃないですかね。それもねほんまに何て言うんでしょう、医療行為やってよかったよなと思いますけどもね。ほんでまあそんな状況でね、その注射針を刺されたわけなんですけどもね、まあ助手さんに引っ張られてるベロの痛さもあってですね、注射針が刺される瞬間の痛さっていうのはね、まあ、少しは分散された感じになって、まあ、悲鳴を上げるほどの痛さではありませんでした。
そして麻酔が入ってくる感覚もね、まあ、そこまで痛くはなかったです。いやでもそれなりに感覚はありましたよ。刺された感覚もあったし、チクってし、イカってなったけど大丈夫やったし、我慢できたし、麻酔がこうジューって入ってくる感覚もね、こうベロの中でうわーってこう麻酔が広がってくる感じも、ありました。ちゃんと感じましたよ、ちゃんとね。しかしそんなね、麻酔が効いてる状態やったんですけども、助手さんがつまんで引っ張ってるベロの感覚っていうのが消えるほどではありませんでした。ずっと引っ張られ続けるんやろうなと思ったらね、ちょっとイライラしてきたんですけど、まあ、そこは我慢してですね、まあ、そんな状態でね、まあ、いよいよね、粘液嚢胞の切除が始まったんですよ。まあ、滅菌シートをされているし、まあね、もう目隠しもされている状態で、もう動画も撮ってなかったから全く見えへんかったのもあって、もうどんな切除の仕方なんやろうかとかね、まあ、いろいろ考えたらね、なんかね、ハサミでチョキチョキってね、切ってる感覚がね、ベロにあったんですよ。だからもう切られてる感覚ですよね。切ってる感覚じゃなくて、切られてる感覚があったんですよね。もうなんとも言えない感覚でしたね。なんか気持ち悪かったですよ。痛くないのにハサミで切られてる感覚ですよ。おかしな感覚ですよね、ほんまに。ほんでね、その免疫嚢胞というのをね、切除してね、その切除した切り口っていうのは、まあ、そのままにしておいて、唾液腺をね、こうむき出しにしておいてね、水ぶくれがまた再発しないように、短いスパンで再発しないようにしておくというふうにね、先生はね言ってたんですけども、なんかそのむき出しにして、粘液嚢胞じゃないか、なんていうんですか、水ぶくれができないようにしてる方が、再発を防ぐことができると言ってたんですよ。だから、まあ、そのままにしているんやろうなって思ってたんですけども、どうやら、綺麗に水ぶくれだけがね、切除することができたらしくて、で、その下の、通ってる唾液腺には、もうその水ぶくれになるような穴っていうのはもう開いてなかった、いや、そのね、粘液嚢胞っていうのは水ぶくれになるっていうのは、唾液腺のどっかが破れて、そこから水漏れを起こして周りの組織が、膨れ上がって水ぶくれになるっていう状態なんですけども、その、水ぶくれを切除したことによって、唾液腺に破れた穴っていうのがもう開いてなかったんですって。なので、ハサミで切ったところの傷口だけ縫われてね、終わりました。ほんでそのね、粘液嚢胞の切除に成功したらですね、まあ、切り口からはね、血が出なくて、しかもですよ、ちゃんとね、唾液腺からね、唾液がバーって出てきてくれたと言うんですよ。まあね、少しね、唾液の分泌量がね、正常に戻りつつあるのでね、まあその怖い思いしてね、良かったですわ、ほんまにね。そしてね、まあ、ベロを縫われたのもね、初めてでしたね。まあなかなかのことがないときにね、ベロを縫うということなんかね、ないんでしょうけどもね。まあでも偉いもんでね、麻酔がちゃんと効いてるのにね、その縫われてる感覚っていうのはあるじゃないですか。あれもね、ちゃんと感じましたよ。その糸を通すときに、そのね、少しこう、糸通して糸をピューって引っ張るじゃないですか。その引っ張られてる感覚もありましたね。でもまあちゃんと麻酔をしているので、痛みっていうのは全くありませんでした。しかしその時でもですね、助手さんが僕のベロをね、ずーっとつまんで引っ張ってたのでね、最終的にはね、そっちの方がね、痛かったですわ。まあそのような感じでですね、そのおとついの歯医者っていうのはですね、右上の取れた詰め物を詰めてもらったっていうのと、粘液嚢胞の切除をね、両方やってもらうことがね、できたんです。まあね、おとといね、抜いた手なのでね、まあ当たり前なんですけどもね、まだ糸はちゃんとね、ベロの中にね、残っております。まあ見てもらってもいいんですけどね、ここで近づいて口をあーってして、ベロをペロッとめぐってね、見てもらってもいいんですけども、まあね、こんなものはですね、大変お見苦しいものなんでね、お見せできなくて残念です。ほんでね、その帰ってきてからもね、しばらくはね、ベロはね、もちろんのこと痺れてました。ね、鏡でベロを見たらね、ベロをベーって出して、ベロって上にめぐって見てみたらね、その麻酔の効いてる時っていうのは、真っ白にね、変色しててね、その塗った黒い糸だけがね、はっきりとね、浮かび上がってました。なんか不思議な感じでしたね。ほんでね、まあさらに感覚がないので、こう喋りにくいし、まあ今でもちょっと喋りにくいんですけども、こう喋ったらね、舌を噛みそうでね、怖かったですね。まあご飯ももちろんね、食べるのも怖いからね、まあ今僕、流動食を食べているじゃないですか。だからね、そのほんまに流動食でよかったなーってね、つくづく思いますね。まあでも今でもね、まだ怖いのはもちろんなんですけどもね、まあ当分はまだまだ流動食を食べていきますわ。しかしね、その流動食でさえもですね、恐る恐る飲んでるんですよ。普通のお水とかお茶とかやったらね、サラサラしてるから飲めるんですけどもね、流動食で、まあ、多少たりともね、結構すりつぶしてるんですけども、まあ、固形物っていうのはちょっと残ってるんで、そこに当たったら怖いなと思うんで、そーっとそーっとね、ベロの下に食べ物が、入らない、入り込まないようにね、飲んでおります。
まあ、そんな感じでね、まあ、詰め物と粘液療法の施術を同時にしてもらったというお話でございました。これからねこの糸をね、抜歯するまでにですね、あとまあ1週間なんですけども、まあ、地味な痛みがね続くことでしょうとは思ってます。今でもちょっとねジンジンしてる時はあります。でもね、まあ、幸いですよ、あの痛み止めと抗生物質をもらってますので、まあ、症状がねひどくならないことをねこの1週間ねしっかりね願っていきたいと思います。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。